所は自然科学研究機構を構成する愛知県岡崎市にある大学共同利用機関人体基礎生理学分野における日本の中核的な国立研究所である人体の生命活動を総合的に解明することを目標に研究活動を行っている国家事業であるナショナルバイオリソースプロジェクトの日本猿分野を担当している 2017年5月現在、以下の4つの研究領域と4つの研究施設を呼び、技術化を有している。また、動物実験センター、生命創生探求センターとも連携している。経理など、管理業務は、岡崎統合事務センターで行われている。総合研究大学院大学の大学院生に、対する教育も実施している。3年に一度、 秋に研究施設の一般公開が行われる。前回の一般公開は2017年10月21日に行われた。名古屋鉄道本線東岡崎駅が最寄り駅。東海道新幹線と四橋駅、名古屋駅にて名鉄本線へ乗り換えで、いずれも30分程度。中部国際空港からは東岡崎駅へは名鉄が利用できるほか、 直行バスもある。いずれも1時間程度。駅から南口を出て徒歩5分程度。ありがとうございます。